こんばんは、春風みなです。今日はですね、隕石の話をしたいと思います。私最近隕石のペンダントを作成するサービスを開始したんですけれども、そのお話をしたいと思います。なんでかっていうと、もともとね、隕石のパーソナルスタイリングで隕石を波動で選んでご案内するサービスをしていたんですけれども、自分自身が、あれ、隕石だけじゃなくてチェーンも大事だなっていう風にしみじみ思うことがありましたので、チェーンも案内して、でさらにそれをしっかりとペンダントにして化粧箱に入れてお送りするサービスができたらいいなって思って、今サービスとしてリリースしたんですね。いや、本当にね、あれなんですよ、チェーン大事なんですよ。なんでかって言うとですね、私自身の体験の話なんですけれども、私は隕石を選ぶことに関してはものすごく集中して選んでいたんだけれども、チェーンに関しては適当に選んだんですね。当初買ったものに関してはちょうどいいチェーンをリサイクルショップ行って見つけて、それ通してつけるっていうことをしてたんだけれども、でそのチェーンがね、夏になったら肌に合わなくなっちゃって、汗かいただけの金属アレルギーみたいにお肌がかぶれちゃったんですよ。で肌がかぶれちゃったらやっぱりつけたくなくなっちゃって、夏になったら、夏の期間中はほとんど隕石を首から下げることをしてなかったんですね。それでなんだっけな、秋になって10月の時だね、10月の時に夫が、私が持ってる隕石、もう涼しくなったからペンダント首から下げてたんですけど、その様子を見た夫が、はるちゃん肌に合ってないね、そのって言われて、チェーンがね、石めっちゃいいのにチェーン残念だねって、ずっさーって胸に刺さって、いや私がね、買えなった方がいいな、買えなくちゃな、探すのでもめんどくさいなと思って、繰り越してきた問題をズバンと指摘してきたので、もうそれでね、もうすぐさまもう調べました。私はなんかこう彼の提案からっていうのもあったので、プラチナの中から自分に合うやつを選ぼうと思って。で、プラチナでもね、いろんな種類があって、プラチナ1000、プラチナ950、プラチナ、900、850っていうものがあるんですね。数字が出てないものはプラチナ加工って言って、なんかメッキに、プラチナっぽく見せるような加工してあるものなんですよ。で、日本では、プラチナの含有率が 85% 以上のものをプラチナアクセサリーというふうにして、表記すること、宣言することができるんですね。で、そんなことを調べながら波動で、いや自分に合う隕石の含有率は何パーセントなんだろうとか、こうやって選んだりとかして、でさらに購入方法はネットなのか、それともおかち町なのかって言って調べて、なんでおかち町が出たかっていうと、私以前国際宝飾店にイベント出店することやってたので、で御徒町が、宝飾品の卸屋さんがたくさんあることは知ってたんですね。なので、あそこに行けばきっと買えるだろうなっていう想定があったんですよ。だから選択肢の中で、ネット販売か御徒町っていうのが自分の中にあったんですね。で、このチェーンを探すのもなかなか大変だったんですわ。なんでかっていうと、すっごい種類あるので、それでね、私、含有率がいつだったか950、900くらいが同率だったんですよ。私と相性がいいものが。で、その中から、ごっつくなくて繊細で、ペンダントチェーンとしてふさわしいものを探すってなるとね、まあまあいい値段だったんですよ。なんかこう、十何万とか出ちゃって、もう、どうしようと思って、もうちょっとお安くがいいと思って、それで調べてて、その時に、なんかこう、色、なんだっけな、含有率がね、高くないは高くなるほど、いかつくなってくんですよ。なんか太く、なんかこう、太いチェーンになってしまって、ペンダントチェーン
ペンダントにふさわしくないチェーンばっかりになっちゃったんですよ。で、後々、お金持ちの、あの、宝飾品屋さんで教えてもらったことには、含有率がね、プラチナの含有率が高くなればなるほど、繊細になって、脆くなるんですって。チェーンが切れちゃうんですね、可能性があって。だから、太いものになっていくわけですよ。太ければ切れなくなるじゃん、そんな、なかなか。だからかっていうのが、後々分かったんですけれども、その時私が探してるのは、やっぱ繊細なチェーンだったので、ネットで探してても十何万だし、お店でね、なんか、御徒町のお店だとか見てても、なんか、ありそうだけど、ネットだと、情報だと分かんないなと思って、全部電話で問い合わせしたんですよ、一件一件。あっち、こういうチェーンを探してましてっていうのを、一件一件電話をかけて、で、それで、あ、倉庫にあるかもしれませんの、調べて折り返しますとか、そういう返事待ちをもらいながら、調べたんですね。それで、やっと出会えたのが、今見つけている、プラチナのチェーンなんですよ。なかなかですよ。なかなか自分に合うプラチナチェーンを探すのに、あ、結構手間かかるなと思うんですよ。在庫を調べてもらったり、一件一件電話をかけたり、あとはインターネット上にある情報からずっと辿ってったりとか、それを波動で測ったりとか、それを代行してくれるサービスがあったら、いいなっていう風に自分で探してて思ったんですね。私みたいになんかこう肌に合わない杭っていうことでなんか隕石をせっかく買ったのに自分の手元に来たのになんか身につけられないっていうのもなんかものすごい悲しいなと思って、せっかくいいものなのになんかタンスの肥やしになるのって、なんかすごい隕石の活躍の機会を与えられてない感じがして、なんか違うなーって思ったんですね。なんかもったいない。だから、やっぱり私はおすすめしたいのは隕石を身につけるっていう生活をしてほしいなと思ったんですよ。で、具体的にじゃあ、私が隕石をもう一回、自分に合うチェーンに変えて、身につけたことによって、何が起きたかっていうと、わかりやすく売り上げがパパーンって入ったっていうのがあったし、あとは、地味にシンクロが起き始めてんなーっていうのが、ポコポコあったんですね。なんか例えば買い物行くじゃないですか。ほんと地味な話ですよ。なんか何々、なんだっけ、何やったかな最近。普通にありすぎて忘れちゃうな。なんか何々買おう。こんなのあったらいいなって思ったら、すぐに、お店の方にパッ、目に入ってきたりとか、こんなの欲しいなって思ってたものが、なんかすぐに、なんかインスタグラムのさ、なんか広告の中でスパーンって登場したりとか、することが、なんかすっげえ増えたなと思って、これなんだろうなと思ったら、あ、隕石かっていうのを、なんとなく感じ取ったわけですね。あ、やっぱり、身につけてよかったなっていうのが、自分自身が買ってみて、身につけてみて、思うことだったんですよ。だから、ぜひ、なんか隕石をペンダントトップとして身につけてほしいなと思って。あ、そうそう。なんで私が、チェーンだけを波動で選ぶっていうことをしていないのかっていうと、あれなんですよ。金具チェーンをさ、首の後ろに留めるときの金具あるじゃないですか。あそこの金具がね、ペンダントトップの、にね、通らない場合がある、んですよ。金具見てたら。ペンダントトップの通す、チェーンを通す穴あるじゃないですか。あそこのサイズと、チェーンの金具の部分のサイズが合わなくて、通過しないことがあるんですよ。見てたら。で、しかも、宝飾品屋さんに行って教えてもらったら、金具の部分が、チェーンの金具の部分がね、
取り外せないパターンもあるっていう風に教えてもらって、それはあれだなと思って、だからもしね、別々にペンダントトップはこれが合ってますよ、チェーンはこれが合ってますよ、じゃあ、これでやった、気に入りのもの見つかったってなったとするじゃん。で、それでいざ通そうとした時に通らないパターンがあるなと思ったら、もうそれがすっごく自分だったら嫌で仕方ないから、だからもう最初からもうセットにして、可愛く梱包して届いた方が私は嬉しいなと思ったんですよ。でね、この選んだりする時間が結構かかるから、波動で選んだりする時間と、あと今回はさ、隕石そのものも予算設定がないわけじゃないですか。皆さんいつも隕石の、パーソナルスタイリングしてもらうときには、お申し込みしてもらうときには隕石のペンダントトップの値段の上限を設定してもらって選ぶんだけれども、今回はその上限を取っ払った上でペンダントトップという条件のみで選ぶわけですね。しかも今回隕石のペンダントトップだけじゃなくて、隕石のマガタマみたいな私が今つけてるやつもそうなんだけど、まん丸い球体のやつもさえも含めて選ぶので、ものすごく膨大な選択肢の中からあなたに合うナンバーワンを一つ選ぶっていう、とんでもないことをやるサービスなんです。調べてみてくださいよ。ギベンを一つを一個検索条件に入れただけでとんでもない数が出てくるんですよ。私その中からあなたに合うやつ選びます。もうどれだけ時間かかるかわかりません。一生懸命やらせてもらいます。その条件を取っ払った上で隕石を選ぶっていうのはまた楽しいなと思っています。なんか選ばれし者が自分の手元に届くんだなっていう体験をなんかしてもらえたら嬉しいなと思って。私、どれくらい前だったかな、なんか隕石のアクセサリーを作りたいなとかいうことを、口走ってたことがあったんですけれども、やっとっていうか、夢が叶います。自分自身がこうやってね、自分が今身につけてるものも、既製品じゃないわけですよ。隕石のペンダントトップとして売られたものじゃないものを私が加工して、自分でアクセサリーにして、チェーンも選んで、ペンダントにしてるので、言うなれば私自身が自分で隕石のアクセサリーを作ったわけなんですよ。それで自分自身がかなり満足しているので、それをサービスとして届けたいなと思って形にしました。隕石のペンダント作成いたします。オンラインストアビッグバンの方でサービス、項目はサービスの方で出してますので、ぜひ気になった方はご覧ください。今日も聞いてくださってありがとうございました。春風みなでした。またね。